今回は売上原価の決算整理1の論点について学習していきたいと思います。決算整理の説明をする前に、ここで振り替えという概念について説明したいと思います。振り替えというのは、ある勘定の残高を別の勘定に移すことで、勘定の残高を増減させるわけですから、当然仕分けによって行います。ですから、振り替えの手続きは振り替え仕分けとも呼ばれます。例えば、A という勘定の借方残高100円を B という勘定に振り替える場合、A という勘定の借方残高を100円減らして B という勘定に振り替えますので、A という勘定の貸方を100円増やします。なので、仕分けの貸方は A100 円となります。これにより、仕分けの借方が B100 円となりますから、B という勘定の借方が100円増えます。つまり、A という勘定の借方残高が B という勘定の借方に移動したというイメージです。また、A という勘定の貸方残高100円を B という勘定に振り替える場合、A という勘定の貸方残高を100円減らして B という勘定に振り替えますので、A という勘定の借方を100円増やします。なので、仕分けの借方は A100 円となります。これにより、仕分けの貸方が B100 円となりますから、B という勘定の貸方が100円増えます。つまり、A という勘定の貸方残高が B という勘定の貸方に移動したというイメージです。このように、勘定の残高の振り替えを行う場合、貸方残高は振り替え先の勘定の貸方に、借方残高は振り替え先の勘定の借方に移動します。では、振り替え仕分けについて理解していただいた上で、売上原価の決算整理について説明していきたいと思います。そこでまずは、簡単な仕分けと転記の復習をしてみたいと思います。画面の取引を仕分けして、仕入れ勘定と売上勘定に転記をしてみてください。リンゴを1個100円で10個賭けで仕入れたという仕分けは、借方仕入れ1000円、貸方買掛金900円です。仕入れ勘定に転記すると、借方が1000円増えます。リンゴを1個150円で6個賭けで売り上げたという仕分けは、借方売掛金900円、貸方売上900円です。売上勘定に転記すると、貸方が900円増えます。さて、これはあまりにも簡単すぎる問題でしたが、ここで一つ疑問が生じます。それは、100円で仕入れたリンゴを150円で売っているのに、勘定の残高を見ると、仕入れという費用が1000円で、売上という収益が900円となっていて、損をしているように見えるということです。なぜこのようなことが起こるのかを説明するためには、収益と費用についての理解が必要です。ここで改めて収益と費用の定義を復習しますと、収益というのは当期の稼ぎで、費用というのは収益を得るためにかかったコストのことです。つまり、費用は当期の稼ぎを得るためにかかったコストのことなんです。言い換えれば、前期や翌期の稼ぎを得るためにかかったコストは、損益計算書に載せるべき費用ではありませんから、決算では、決算整理前残高試算表、前 TV の費用の金額を、当期の稼ぎを得るためにかかったコストに修正する必要があるんです。つまり、先ほどの例で儲かっているはずなのに、収益よりも費用の方が多かったのは、費用の金額に売れ残ったリンゴの値段、つまり、
翌期以降の収益を稼ぐためのコストとなるものを含んでいたからです。で、これを踏まえて決算整理の必要性を説明しますと、まず決算整理前の仕入れ勘定の残高は当期の仕入れ高であって、当期の費用とするべき金額とは必ずしも一致しないんです。当期の費用とするべき金額は売れたものの仕入れ高ですから、仕入れ勘定の残高から売れ残ったものの仕入れ高を減らす必要があります。それから、期中の記帳において、商品を仕入れた時には、仕入れという費用が発生したとしか記帳していませんから、仕分けレベルでは手元の商品の在庫を把握していません。売れ残っている商品の在庫は、企業にとっては当然資産と言えるものですから、その金額を貸借対照表に載せなくてはいけません。つまり、仕入れ勘定から減らした金額を商品の在庫として貸借対照表に載せる必要があるわけです。なお、売れ残った商品の金額は繰越商品勘定で把握するのが一般的です。ちなみに、商品有高帳の論点で少し出てきましたが、売れたものの仕入れ値のことを売上原価と言います。損益計算書には、当期の仕入れ高、要は決算整理前の仕入れ勘定の残高ではなくて、売上原価を載せなくてはいけません。で、売上原価の把握方法は2種類ありますが、ここでは仕入れ勘定で把握する方法、つまり仕入れ勘定の残高を当期の仕入れ高から売上原価に修正する方法について説明したいと思います。例えば、設立1期目の企業において、決算整理前残高試算表、前 TV の仕入れ勘定の残高が10万円で、期末商品棚卸高、要は売れ残った商品の仕入れ値が5000円であった場合について考えてみたいと思います。まず、この5000円は費用として計上することができませんから、仕入れ勘定の残高から減らします。つまり、仕入れ勘定の貸し方を5000円増やしたいので、仕分けの貸し方は仕入れ5000円となります。同時に、この5000円は企業が抱えている商品在庫ということで、資産として貸借対照表に載せるべき金額でもあります。よって、仕分けの借り方には商品在庫を表す資産の科目を使うんですけれども、これは何かと言いますと、繰越商品という科目です。そこで、繰越商品勘定の借り方を5000円とするために、仕分けの借り方は繰越商品5000円となります。これは、決算整理前の仕入れ勘定の残高に含まれている期末商品の金額を仕入れ勘定から繰越商品勘定へ振り替えているというイメージです。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。